です。今年もこの季節がやってまいりました。 iPhone の新作の季節、皆様は予約できましたか？俺は何を勘違いしているのか。第1から第2世代 YouTuber は常に iPhone を更新していると思い込んでいるので、 iPhone4 のからから毎年 iPhone を新しくしております。ほら、 iPhone って Mac 以上に YouTuber の定番ネタっぽくはね。まあ実際はそんな浅はかな考えで更新しているわけではありません。ルミナスタジオにとって iPhone は重要な撮影機材の一つでもあります。そして今ではフロントカメラを使って VR コンテンツのためのモーションキャプチャーもできる。さあ、 V のものどもも気になってきたでしょう。では早速到着した物を見てみますよ。さあ来ましたよ。発売日、iPhone 11 Pro 発売日でございますね。まずはね、これを開けて、なるほどね。いや、毎年毎年ね、この iPhone の開封っていうか、この iPhone の更新がね、まさに趣味の一環になっておりますからね。出てきましたね、 iPhone。 わー、出ました。いいですね、このケースよ。むせる。容量は 256GB をチョイスいたしました、ね、この iPhone XS も 256GB なんで、256あれば十分でしょっていう考え方ですね。収録にも使う場合はね。さあ開けるぞ。ではオープンでございます。さあ、なんだろう、感動的、なんか神秘的。あ、ここビニールついてない。わー、すごいね、この重厚感よ。っていうかね、これっち iPhone XS と比較してもらいたいんですけどもね、ガラスがね、マットガラスになってるんでね、いや、さらに、なんだろう、持ってるっていう、持ってるぞっていう感じがしますよね。まあ、ただ、ほら、これまで iPhone を使い続けてきて、カメラ1個増えてなんか、ちょっとあれよなっていう風に感じる方は、多分結構いるんじゃないかなと思いますよ。続いて付属品です。はい、見てください。AC アダプターがついに USB-C になりました。で、イヤーポッドは相変わらず。そしてライトニング端子が大きく変わっていますね。ライトニング端子オスと USB-C オスになっております。つまり高速、これで高速充電ができるというわけですね。ま、とりあえずまずは移植作業を行いましょう。現在使っているやつからトレイを、SIM カードを動かしましょう。これで OK。 よいしょ。ちなみにこれ、私 IIJ ミオの SIM カードです。このね、なんていうの、MVNO のうまみを覚えてしまったらね、もう逃げられないですよ。ん？どうやって刺すんだ？ん？こうか。あー、逆だ今回。ん？逆？うん、逆ですね。 SIM カードの入れ方が逆になりました。では電源を入れましょう。お待ちかね、電源投入タイムでございます。いや、
いいですね、やっぱりこの初めて電源を入れる時のね、爽快感っていうかね、この、まあ、新しいデバイスを使うぞっていう、このなんていうの、日本語、あ、出ましたね。はい、新しい iPhone を設定、新しい iPhone をカメラに向けてください。よいしょ。本当にこれだけなんですよね。これで個人情報とかね、登録情報を全部移行することができるようになっております。アクティベートがこれだけで終わるって本当に革命的だよな。見てください、外観モードを選択できますよ。ライトモードとダークモード。俺はね、iPhone 基本的にダークモードの方、 iPhone っていうか、Mac もねダークモードで使ってるんで、ね、ダークモードの方が好きです。転送が完了するまでもう一方の iPhone を近くに置いて電源に接続しておいてください。つまりこれですね、iPhone の前の iPhone から直接データを転送することができるっていうものができるようになりました。前は iCloud か、もしくは iTunes につないでバックアップを転送するっていう感じだったんですけども、今回は iPhone 本体から直接、古い iPhone から直接転送することができるようになりました。素晴らしいわ、本当に。やっぱり新宿は物流からあるんですね。せやろ、地獄に付き合ってもらう感じが出るわ。このトリプルカメラは Apple にしては意外なデザインではあるものの、これまでの 26mm 広角、52mm 望遠の2つに加えて 13mm 超広角レンズの3枚構成、処理エンジンの特殊な画像処理を加味すると撮影能力は30万円クラスの一眼カメラに匹敵するのではという話も上がっているほど、下手したら写真用のカメラとセカンダリカメラはこれだけで済むんじゃないかと思えるレベルになるかもしれません。ではこの次は実際にフィールドテストをしてみます。まず軽いジャブとして近くの公園の収録です。あえて今回は DJI オスモモバイル2を使わずに手持ちだけで収録しております。完全に iPhone 11 Pro 1本でどんな映像が撮れるのかぜひご覧ください。そして続いては毎年恒例本格運用テストとして、札幌定山渓の奥にある豊平峡ダムで iPhone のみを使った撮影を試してみます。これはもちろんルミナスダイアリーシリーズ9周年とこの一番いいバーチャル YouTuber 1周年の日に公開を予定しておりますので、引き続き実運用レビューをお楽しみに。これね、今回やらないです、続きやります。もうね、 iPhone 4の頃から豊平峡には世話になっていますからね。iPhone を手に入れた後の儀式みたいなもんです。